挑戦です。さあ号砲になりました。第11レースチャレンジ決勝発走です。1番の地元小柳智則自ら前取りに動きました。3番の鈴木匠が追います。4番の興梠雄二が3番手にいて、6番の羽賀井信康が4番手から車を1車前と進めて136、地元からの混成ラインが出来上がります。7番の半田誠がポジションを進めては4番手、4番の興梠雄二、そして5番時松忠の大先輩2人で固めて熊本同県トリオです。従いまして2番の桜木雄太が短期初手は7番手です。4コーナーを回ります。さあ正攻法1番の小柳、地元戦への気合いそのままに戦いぶりを見せていて、連勝での立ち上がり、競争2週間に入りました。3番鈴木が番手戦で2場所連続の完全優勝を狙います。その鈴木の後ろ続くは6番大阪羽賀信康です。7番の半田誠は4番手、同県の援護を受けて初優勝を目指します。後輩の走りを盛り立てたい4番の興梠番手回り、5番の時松が3番手を固めます。そして2番桜木雄太、同期の叩き合いにチャンスを見出すか、短期の決勝です。2センターから4コーナー回っていきます。さあ後ろ攻めから7番の半田が動きました。熊本トリオが3車位置を上げていく。1番地元の小柳は突っ張ろうと踏んで1コーナーなんですが、さあ7番の半田と踏み合いとなりますか、赤番から踏み合うか叩き合うか、ルーキー両者。1番の小柳がここは合わせ切ったようで、7番の半田は一旦息をついて再び仕掛けます。その踏み出しに4番の興梠が続きましたが、5番の時松は3番鈴木の後ろへと車を下ろして、6番の羽賀は6番手前と連結外れ、2番の桜木は最後尾です。レースは最終周回、地元1番の小柳は3番手で車間を切りました。仕掛けるか、1センター、さあ2コーナーからバックへ向かっていきます。7番の半田が逃げて、1番の小柳がまくっていく、その後ろには3番の鈴木のみ追走。3コーナー、7番の半田自ら抵抗も、ここは1番の小柳力で、そして2番の桜木がひたひたと迫って4コーナーから直線コース、3番の鈴木追い込む、3番の鈴木匠、2着争いで1番地元小柳と2番の桜木、右手を上げた3番の鈴木匠。リプレイ映像をご覧いただいています。力勝負にとことんこだわりました。7番半田、地元1番の小柳、地元小柳一度出られはしましたが、まくって反撃、そこを3番の鈴木匠が刺しました。そして終盤2番桜木優太、見せ場を作る短期まくりでありましたが、3番鈴木、1番小柳、そして2番桜木での入線順でありましょうか。